はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。ギルド大会、いよいよマスターリーグに私たちは進むことができました。はい、で、本日対戦いただくギルドチーム、この道我が旅、いい名前つけてますね。対戦よろしくお願いします。では私、結構もう戦ってるんだね。すごい勘だった3だった。プサル勇者の相手を狙っていきたいんで、ここかな。どうなんだろう。ここも、そうか。でも、グレーナル付きか。プサル勇者のビアンカバージョンね。1トツ、2トツのピサロ。1トツ。どうしましょうか。他はピサロ。ゾーマか。ゾーマはなんかいい思い出もないね。ここが一番混乱が取りやすいしね。狙いやすいんだよね。でも1凸か。もうちょっと勇者、凸が進んでったら、確実に。ここか。ここ。まあ、ビアンカ次第なんだよね。ビアンカの1次第なんだけどね。なので、私もちょっとね、勝ちを、初戦なんで取りたいので、こちらの方、選ばさせていただきたいと思います。勝てても負けちゃっても、タクト好き同士、楽しんで参りましょう。はい。同意。ちなみにこの動画に関しては、大会終了後に公開とさせていただきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。固まってるね。うちの勇者、うちのピサロか。うちのピサロの方が向こうの勇者で遅くあれ、魔剣をぶち込んでやりたい。7番8番。またこのパターン来たか。どうしようか。こうなっちゃうと、1個目アストロン、ちょっと待って、これな、1,2,3 が来る状態でしょ。うーわー、これだ、なんかちょっと嫌なんだよな。ちょっと嫌なんですよね。ちょっと1,2,3の場所だけ確認しとこう。1,2。あー、で、あとあれだ、あれ持ちかどうか。スカラ OK。アストロン、あ、アストロン覚えてないから、前に出てきてくれる。まあ、それは、それで OK。なんですよ。んで、どうしようかな。これ、1,2,3。って感じだね、これ。って感じ。プサロ、あれやりたい。で、ギュメイは混乱。で、イオ、バゴン行けば、あ、これ3人いい形で固まってくんない？ここ、ここ。眉毛どこまでだ？これちょっとわかんないな。ここかな？なんで、ここの3つに固まる感じになるね。そこに勇者のあれをぶち込めばいいね。で、勇者は当たってもよしにしようか。で、次のターンで、あれが取られないようにしなきゃ。まず勇者のスピードが上がってくるから、うちの勇者しか次のターンの始めは打てない状態になってるんで、です。だからドルマゲス、ピサロあたりで周りを囲ってしまう。不死鳥天で来ても靴とかで耐えられるしね。で、後ろ勇者に、あれぶち込まれるとまずい。で、バタフライとかも気をつけとかないとワンパンで落ちるんで、って感じになってますね。だから、どうしようか。1,2,3来る。全部空振り状態ね。空振りじゃない。これ入ってる。これ入ってるわ。こうは？こうどう？
いいんだけど、これこっちが、高所か。バタフライはここからでも大丈夫。届く。あー、次の、イオ、確か激減だね。だこれは受けられるか。そうだね。こうしようか。こうして、1、2、3が、空振り状態で来る。入ってる入ってる。あれ入ってる。あれ入ってるわ。これ、やだな。前に出させたいな。ピサロで受けるか。それしかないね。こうなると。1、2、3来て、これは負けんだね。うん、これで受けさせるしかないね。で、不屈までは OK な状態にしておいて、受ける。で、4番誰 ?4 番、ドルマゲスか。あ、ドルマゲスで向こうの勇者引っ張ってくる？それもあれじゃない？引っ張ってきて、ガビン入れて、ガビンってわかる？不調天雷ね。入れて、魔剣、ぶち込む。ダメかな？ちょっと待って、それ考えてみようか。ここ、ここ、ここ。ここに固まってるわけでしょ。あーで勇者あ引っ張ってきたとってここになっちゃうんだね。ダメかそれは。じゃあここでいいです、いきます。これですね。ドルマゲスはじゃあどうしようかな。ドルマゲスどうしようかな。ドルマゲスどうしようかな。これダメージ入れる必要あんのかな。眉あたり入れとくか。ピサロ眉あたりに。これはまあいかようにも動ける状態になってると思うんで、それで、あとこの子が不死鳥天雷をちゃんとうまく入れるかどうか。ここだね。なんで、あ、大丈夫ですね。 OK で次勇者に行けるようにしておきたい。あ、勇者に受けちゃうか。それもまずいか。言うたら。それはまずいかもしれないね。引っ張っ、次のターン、ちょっとやだな。あ、眉は上回るか。この辺スピードとかいくつになってるの ?464 でしょ。次上回れるんじゃない眉あたりだったら。で、麻痺と混乱は取ってしまって、って感じにしようか。でドルマゲスやっぱ引っ張ってくるにして、で負けもぶち込んだ状態にしようかな。ちょっとその辺はちょっと相手の出方見てからいきましょうか。はい、いきましょう。あ、負けん食らうんだもんな。あ、まこれ大丈夫か。あ、不屈か。不屈、うーわ、何その出方。何その出方。ちょっと、うわー、ちょっとまずいな、その出方よ。どうしようかな。いや、負け打って向こうの勇者のあれも受けなきゃいけないんだね、そう考えると。これちょっとずれるか。1、2、3、4、この場所は一応大丈夫なんだな。この場所で打つわけにいかないんだけどさ。あー、ピサロに入れ、眉を入れたいんだね。焼けつくか。うわ、ちょっと大丈夫かな。心配になってきたな。眉を眠らす。これここにぶち込んで引っ張ってこさせて、眉を眠らすに変える。引っ張ってきて、ピサロは隣から勇者、勇者の剣線があるのか。
引っ張ってきて勇者は左側からガビン入れるで、魔剣でピサロごとやる、麻痺ラリホで向こうの勇者のターン、そうしましょうかね、そう変えようか、だからギュメイは落とす三段ですよ。こっちからこれ、こっちからこれで、ラリホッチやばい、ここまで出なきゃまずいのか、これ勇者大丈夫かな、大丈夫かな、入ってるんだよね、入ってんのよ、でイオがまずいのよ、これ一撃耐えれるかな、いやどこに行っても入っちゃう、で向こうの勇者を連れてこなきゃまずいんで、そうじゃない方がいいか、そうだったら眉ぐらいは残しておいてもいいか、それで行くんだったらその方がいい気がしませんか、で次落とせると思うんで前の位置で耐えれるよね、ここしかないか、これ場所、ここしかないか、ここからピサロも打ち込みたいからダメなんだよな、これは届く位置にあるのかな、1,2,3,4 届いてないね、届いてないね、届いてない状態なんでね、うん、届いてない方がいいかな、火の玉あたりで打っとくか、ちょっとこっちの方から混乱の息の方がいいかな、次打ち、HP クス292入らないかな、そうしよう、落とせろ、 OK、 あ OKOKOK、 その方がいいと思う、一撃は耐えなきゃいけないから、焼けつく、はい、で次勇者、勇者だけどあそこ届いてないね、勇者届いてないな、向こうが全部だね、不死鳥天雷、不死鳥天雷どっから打つかにもよりますが、次勇者が動いてピサロの方、いやこれ誰狙ってくる、これ向こうの勇者、いやガード入りたい正直、この辺でピサロはどっちみち動けないから、あのバタフライをちょっとね生かしたいね、123そうだね、12、うん、届いてないもんね、12123、下3人が受けても耐えれるはずなんで、こうしようか、こうして、向こうの勇者の一撃受けて、あと考えようかですね、はい、さらに前まで受けちゃったらちょっとまずい、誰か落とされるかもしれない、だこの状態よかった、エターナル選ぶんだ、これどうする、これどうする、こっちでこう引っ張ってくる、で 1,2,3 で魔剣でぶち込めばいいね、いいよね、はい、でこっちからこれ行ってもよし、で魔剣でどうですか、 OK、 いけた、やった、危ない、
眉のあの不意の動きね、あれ少し焦りましたが、なんとか勝利をね、もぎ取ることができました。